Ubisoft Quebec presents the video game formerly known as Gods and Monsters. はい、皆さんこんにちは。アイゼンジャパンのくらべです。今日はですね、兵士の千葉さんがですね、UBI ソフトの新しいゲームをプレイしたので、はい、その感想を聞いていきたいと思うんですけれども、こちらタイトルがですね、ちょっと分かりにくいタイトルになってるんですけど、イモータルズ・フィニックス・ライジングというゲームですね。はい、これもともとは別のタイトルで一回発表されてるんですよね。そうですね、ゴッズ&モンスターズっていう、なんと分かりやすいタイトル。逆にちょっとそのジェネラルな感じだから大変ですかね。ちょっと普通すぎたかもしれないですね。はい、このゲームについては、ね、ほとんど何も知られてなかったんですけど、どれくらいプレイしました？僕はその UBI さんに機会をいただいて3時間ぐらい。あ、結構やってるんですね。ほうほうほう、結構やりました。ぶっちゃけどんなゲームですか？ぶっちゃけって言っちゃうと、オープンワールドのゼルダの伝説です。ブレス・オブ・ザ・ワイルド。ぶっちゃけ。で、これ、ブレス・オブ・ザ・ワイルドかどうかってやっぱ重要じゃないですか。オープンワールドのゼルダって言ったらみんなブレス・オブ・ザ・ワイルドなわけですから。まあそうですよね。でも、そんなにブレス・オブ・ザ・ワイルドではないと僕は感じましたね。むしろ、その1個前のクラシック・ゼルダみたいなプレイフィール。だから最初にブレス・オブ・ザ・ワイルド知らない段階で、オープンワールドのゼルダ出ますよって言われた時に何を想像したかってことだ。思うんですよね。それに近いゲーム。ああ、そのブレス・オブ・ザ・ワイルドが出る前の段階でと。そうそう、オープンワールドゼルダ出るんだってって聞いたときに想像したものが今回、この UBI さんの新作が一番近いんじゃないかな、イメージとしてはね。まあ、逆に言うとそうなってくると、ブレス・オブ・ザ・ワイルドが思ったのと違った部分で言うと、なんかやっぱゼルダってもともとは結構そのリニアな構造で、特にダンジョンの中とかは、その正解が一つあって、その正解を導き出すのが楽しい謎解きとかだったと思うんですけど、どっちかっていうとそんな感じですか？そうですね、このゲームはそのダンジョンみたいな点在してるんですね。当然そのオープンワールドなんですけど、で各地に行って穴みたいなのあるんですよ。地下に入れる穴で、地下に入ったら完全にダンジョンみたいになってるんですけど、まあそれは短い祠に近いですよね、ゼルダは。はいはいはい、あれみたいな感じで、まあ謎解きがあって、そこはもうガチガチのパズルみたいな、パズルか戦闘ですねっていう感じのデザインになってます。そこはむしろ結構ブレス・オブ・ザ・ワールドっぽい、ね、そう、ホコラっぽいのはね、長いボリューミーなダンジョンではなくてっていうことですよね。そうそうそう、ある程度で、先に言っとくと、このゲームはアサシンクリードの、アサシンクリードオデッセイを開発していた UBI ソフトケベックが、主導で進めてるんですけど、メニューの画面構成とかかなりアサシンクリードです。ああ、なるほどね。で、装備あるんですけど、剣とかね、盾とかあるんですけど、レベルあります。ああ、じゃあ結構 RPG 要素も強めなんだね。そうですね、そこは近年の UBI ソフトさんのゲームっていう印象がかなり強いですね。実際そのバトルのプレイフィールもアサクリとかっぽい感じなんですか？これがね、違うんすよ。違うバトルに関してはどっちかっていうと、もう少しアクション強い感じですね。特に機動力があってジャンプもする、アサシンクリード多分ジャンプゲーム、その戦いに対して使わないデザインだと思うんですよね、どっちかっていうと。で、こっちのゲームは完全にジャンプボタンみたいなのもあるし、なんかアクション自体がそもそも結構激しいんですよね。その点ではゴッド・オブ・ウォーに近いと。なんかそのデビル・メイ・クライとかまで派手にはいかないですけど、エフェクトも結構あるし、はいはいはい、まあ爽快なアクション、戦闘は結構力入れてる印象ですね、その細かい部分まで。なんか結構ジャスト回避みたいなのもなんか見てると結構ありますよね。あ、そうですね、回避するとそのタイミングよくステップするとスローになるやつね、はいはい、まあ、これアタクリにもあると思うあったはずなんですけどこれ面白いね、この回避してスローになるやつと、あと敵に気絶ゲージみたいなのがあって、それをゼロにするとこっちのそのターンが回ってくると、何回でも殴れる。どうやって減らしていくんですか、このゲーム。これ自体は普通に攻撃を繰り返していけば減っていきます。時間で回復するのかな、多分。そうだと思いますね。結構バトルに関しては楽しい印象ですか？そうですね、敵もめっちゃ出てくるし、まあそもそもそのアサシンクリードは人が端的しか、まあ DLC は違うんですけど出せないっていう弱点というか、まあ特徴があったと思うんですけど、そこも結構やりたい方ができるので、はい、なんかその獣、なんかケルベロスみたいなやつも出てくるんですよね。3個頭がある犬、でかい犬。はい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 、はい。とか、なんか
巨体を引きずってくる化け物とか、あと機械仕掛けの兵士みたいなのもいるんで、結構バリエーションいっぱいある。伊賀さんのゲームに出てきそうな人たち。まあそうですね。代わりにあの人間はいないかな、あんまり。あの結構見てると、あの結構敵硬いなっていう印象を持ったんですけど、プレイしてたらそこはそんなに気にならないですか？ここはね、あのプレイしてる最中はそんなには気にはならないですね。ちゃんとそのチャンスを作るために殴ってるって感じで、そんなになんかいつだったら終わんだろうみたいな感じではないですね。なるほど。ただ一般的に数が多いから大変っていう感じは。ああ、じゃあ結構バトルゲーなんですね。バトルの割合がかなり、はい、高くなってますね。そこもまあゼルダと違うポイントかもしれないですね。そこはかなり違うと思います、うん、あの純粋にバトルを求めるクエストみたいなのもあるんで、そのミッションとか何個かあるんですけど、この強敵でかい敵を倒せみたいなのも普通にあるので、結構バトルの比重は高いですね。そのアイテムとの関わりもありますけど、逆に言うと、あのそのダンジョンの謎解きはどんな感じですか？なんかどういうふうに差別化を図っているのか、どれぐらい面白いのかとか。ダンジョンは、ね、今やってその3時間の中で何個か行きましたけど、あのすごくオーソドックスなあのブロック置くやつあるじゃないですか。ウィッチの上にブロック置いとくと、もうゼルダの最初でやるやつ先に進めますみたいなやつあるじゃないですか。まあ、あれこれはチュートリアル段階でプレイするしたやつなんですけど、まあそれもあるし、あそもそもブロックってあのなんか謎の磁力これまた聞き覚えある謎の磁力みたいなので引き寄せられるんですよ。確かに。それを投げたり、これもブレスオブザワイルドでやった感じ、ね、それを投げたりできるんですよね。それはまあ新旧ゼルダって感じだと思うんですけど、であと分かりやすいので言うと弓矢打てるんですよね、このキャンピング、はい、弓矢をあの弓矢視点でコントロールできる、矢の視点でここ曲がろうとかね。スカイウォードソードだ。これ朝クリにもあったんですけど。そうなの。なるほど、ね。で、そのうまいことその細いところを通って的に当てるとか。あとミアが出てきたら大体あのおなじみのギミックは火を貫通してからだと火をつけられるっていうギミックよくあるじゃないですか。はいはい、これもあります。ああ。そこら辺は僕おなじみですけど、まあ結構新鮮ですね。しばらくぶりにやったら。あ、千葉さんがしばらくぶりにやったってこともあるんじゃないですかね。そうそうそう、それはある。まあ、でも結構あのいろんなところのそのね、ゼルダとかアサクリの過去作だとか、まああとゴッドボーとかそのバトルに関してはまあアサスインクリードっぽい画面になってたりとか、いろんなところのいいとこ取りをしてる結果かなり面白いものに仕上がってる印象なんですね。そうですね。結構だからカジュアルに楽しめるゲームなんじゃないかなと思いますね。その1ダンジョン自体が短いし、まあ、そのゲーム僕がプレイしたのは中盤から終盤にかけてのタイミングらしいんですけど、 ある程度その揃ってる段階ね、はいはいはい、2段ジャンプもあるし空飛べるんですよ、このゲーム。グライダーじゃなくて翼が生えてさーって飛べるんです。これは結構そのこれもゲージ消費型ですか、それともいくらでも飛んでられる感じですか？ゲージ使います。なるほど、ね、ゲージ使います。実質グライダーに近いですよね。なるほどなるほど。あと登るのもあります、まあ、これも頑張りゲージにほとんど一緒ですねえ、じゃあ結局登るやつ、結局なんか千葉さんが旧ゼルダって言ってる理由がよく分からなくて旧ゼルダはだからそのダンジョンのなんていうかな構成、そう構成というか全体的な、だからその組み合わせの妙っていうゲームじゃないと思う。なるほどね。そのプレイヤーに対して創発性を求めて、これってこうやったらこうなんじゃないとかじゃなくて、もう少し純粋にこのギミックを持ってたらこのパズル解けるでしょっていうデザイン思考かなっていう感じ、ね、そのまさにさっき言ったその答えが一つあって、その答えに導き楽しさっていう意味です、ね、そうですね、はい、なんかあまりいろんなやり方を工夫とかではないかなっていう感じがしますね、うん、戦闘は別ですけど。結構そこは確かにベースオブザワイルドはなんかその答えが一つあるとは限らず、自分なりの工夫が面白かったみたいなところでしたもんね、うん、逆に言うとあの世界観はどんな感じなんですか？世界観はこのゲームはそのギリシャ神話の世界を元にしていて、テュポーンですね、テュポーンっていうあの悪いやつがいるからそいつを倒せみたいなざっくりしたストーリーしかわからないですねただあのこのゲーム あのシナリオで面白いところは、主人公はそのフェニックスっていうあのキャラクターなんですけど、それに対してプロメテウスとゼウス、まあ、これまたギリシャ神話の有名な神様ですけどが、あの遠隔地からなんかテレパシーみたいな会話してくんですよ、あれやれこれやれって。でそのノリがなんか全体的にコメディ要素ですね、コメディっぽいだったんですよね。
確かに結構僕もちょっとカットシーン見たけど、第4の壁を平気で破ってくる。そう。結構ふざけまくって、例えばオープニングとかだと、なんか UBI ソフトプレゼンツ、なんたらかんたらみたいな。お前今それフランス語の UB だなとか、こんなにしてるような内容なので、結構、まあやりたい放題ですよね。結構ユーモラスな、こう軽い気持ちでプレイできる感じになりそうですね。うん、そうそう、どれくらいそのストーリーが後半とかどれくらい力入ってくるのかわかんないですけど、今の段階ではそこはなんか明るくて、コメディで、でも神話の世界みたいな、不思議な感覚ですね、ちょっとバランスが。いや、神話の世界って言われると、ゴッドボーを思い出しますけど、あっちは全然ユーモラスじゃないからね。まあ、あっちはあのお連れの、なんだっけ、あの神様、あの首だけの神様が、まあ後から首だけになるんですけど、いて、そっちは若干ユーモラスなノリでしたけど、まあ、全体としてはそんなコメディって感じじゃないですもんね、ゴッドボーは。もっとこっちはコメディだと思います。なるほどですね。相対的には千葉さんとしては3時間プレイしてどれぐらい今期待は上がったんですか？これはね、もっとやりたくてしょうがなかったぐらいですね。僕がやったのはその3時間で一つのエリア、そう、何個かエリアあるんですけど、オープンワールドの中でもそのうちの1個でまだまだいっぱいあったんで、だから一つのその景色しか見てないわけですよ。だいたいこういうのってさ、雪山とか、はい、まあ、いくつかのデザインがあるわけですけど、僕が行ったのは火事場の神様がいるところで、まあ、火山地帯みたいな感じのところだったので、他のエリアも見たいなっていうのをかなり思いますね。まあ、結構広いんですけど、それでも、じゃあかなり広い。馬も捕まんといかんし、うん、大きいです。その移動の手段は先ほどその飛べるっていうのがあったんですけど、あとは普通に歩いたりとか、はい、あとなんかあの馬に乗ったりとかって感じですか？そうですね、まあ、ダッシュも芸術家タイプのダッシュと、まあ、これはゼルダと一緒ですね。あと馬も馬専用ゲージあるんですよ。で、そのダッシュして馬は瞬時に乗ることができるんで、あのボタンを押したら一瞬で乗れるんですよね。でダッシュして 走りながら急に、そうそう、呼び出しすぐピョンって乗れるんですよ、なぜか。魔法の馬なんで。なるほど。でダッシュして、ダッシュのゲージが切れそうになったら馬を呼んで馬に切り替えて、馬のゲージでダッシュして、それが切れそうになったら降りて、また自分のゲージでダッシュするみたいな、まあ、そこを繰り返して組み合わせていくんだ。そうそう、そこあのテクをどんどん求める感じですね。グライダーというか飛行も含めて。やっぱ結構アクションゲームなんですね、そう聞いてる。そうですね、かなりアクションゲームですね。僕あのつい最近またゼルダ絡みでいくと原神、はい、原神をプレイした時にこれアクションじゃないなっていうので、かなり僕はがっかりしたんですけど、まあ、アクションだと思ってたんで、もっと、なるほどね、そこの部分がこれだよ、こういうのがやりたかったんだよって気持ちになったんで、こっちは、ね、嬉しかったです。すごいアクション寄りだけど、一方であの朝栗の最近のそのトレンドであるそのレベルの概念とかがないわけではないっていうことですよね。そうですね、今僕がやったのはその結局1エリアだから、他のエリアに行った時どれくらいそのレベルの差が効いてくるのか分かんないんですけど、まあ、はい、かなり効いてくるんだと思いますね、設定ある分、うんうん、なるほど。なんか聞いてると、なんか僕もゼルダは好きだし、なんかちょっとやってみたいなっていう気になりましたけど、これなんか発売の時期とかについてはまだ全然わからない感じなんですか？そうですね、この動画が出る頃にはあの UBI ソフトフォワードが終わっているはずなので、これで出てんすかね。出てればちょっとあの下 の, あの説明欄に入れときますね。はいはい。てなわけで皆さん、このタイトルについていろいろと新しいことが分かったと思いますので、はい、僕らの方でも楽しみにしております。プレイ動画も。あ、はいはいはい。そう、プレイ動画もね、複数出てるのかな、はい、出てますので、ぜひそちらもご覧ください。はい。はい。てなわけでご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。